たまちゃん、あれはな、上限の半月、上限の半月わかる？僕あのラーメンの中だと一番寸胴屋が好きなんですけど、姫路の本店に来ました。しっかりね、味わって替え玉もしてね、食を楽しみたいと思います。悔しい。人生初の姫路城、正直お城の方までね歩いて行きたいんですけど、本日あいにく36度以上気温がありまして、確実に熱中症になります。自分の身を守るため今日はちょっと断念します。どうなってそうなったんですか？浜地くん、出てきて。出てきてって。いやしかし、やっぱり寸胴屋美味しいですよね。ラーメンの中では今寸胴屋なんですよね。若いですかね。もう結構こってりしすぎてて食べれないという人もね多いと思うんですけど、ドンピシャなんですよね、寸胴屋が。僕の親がね、年を重ねて行き着く先は鎌倉だとずっと言ってるんですけど、今は寸胴屋ですね。確かに鎌倉は食べやすいですし、何かこうまた食べたくなるような味はありますよね。姫路城本当にね、中まで行きたかったんですけど、今も世界遺産らしいですね、姫路城。仕事で4回ぐらい姫路に来て行ったことあるんですけど、プライベートで行くのはね初めてで、なんか雰囲気とか僕結構好きなんですよね。でなんか人の感じとかも結構こう温かい人が多そうな雰囲気があります。僕の知り合いで姫路2人いるんですけど、どちらもとんでもないパンチの効いた2人なんですけどね、心はねいいやつなんですよね。僕はお城とかああいうの好きで、昔の人がどうやってああいう建物を建てたんだなっていうね疑問、例えばピラミッドとかあんな高いところまで、昔の今だったらこうクレーンみたいな機械いっぱいあると思うんですけど、あの時代にどうやってこうピラミッドを、僕そういうなんか昔の建物とか結構好きなんですよ。歴史自体あんまり興味はないんですけど。